てくださった皆さん本当にありがとうございました。そう、今日はね、あのポートメッセ名古屋っていう、あの私は初めての場所で握手会があったんですけど、ポートメッセ名古屋、名古屋ってあれですね、名古屋ドームぶりかな、結構ねたくさんの方が来てくださってて、あの押しましとのなんか違いが分からん、境目が分からないぐらいずっと人がね絶えずに来てくださって嬉しかったです。今日はアイポンちゃんと2人連だったんですけど、で押しましで結構あの初めてショールーム見てきたよっていう方とか、あとは七並べ当たってきたよとか、めっちゃ昔から応援してくださってる方とかがいっぱい来てくださってめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。そしてもう無事広島に帰り着きましたので配信を始めます。こんばんは。帰りの新幹線でねめちゃめちゃ七並べやってた、多分24位ぐらいまで上がってた。ポリちゃんとかありがとう。ループできなくてごめん。うん、ありがとう。ゆなさん初めて来ました。しょうちゃんありがとう。 ST48 のドラフト研究生ゆらりんことゆらかりです。よろしくお願いします。雨は朝は降ってたけどそれ以外はおっす。今日は可愛かったよ、握手してないけどありがとうございます。浮かれてるやん。あーありがとう握手。たくさん元気もらえた。もう今日の握手でめちゃめちゃあのみんなからパワーをもらえたけんね、嬉しかった。今日ありがとう。カズサさんハートありがとう。握手ありがとう。カズにありがとう。マー君もそう、今日はすごい楽しかったです握手会、ありがとうございます。おばんね、また握手行きたくなった。本当嬉しかったよ、肉体に来てくれてありがとう。昨日ぶりそう、今日はですねあれです、先月の目標が達成できなかったら私激辛料理食べますって言ってたので、まあちょっとあんまりここは出せないんですけど、ここはちょっと隠すんですけど、これをね今日はちょびっとだけ食べようと思います。アクスト大佐ありがとう。アーベッチさんハートありがとう。めっちゃ今日も楽しかった。ちょっとこれはねあの諸事情によってね、ここの部分はあのこれを食べていきたいと思います。マー君リンゴ飴ありがとう。これはあれなんですよ、あのなんか麺よりも米の方がいいかなと思って米の方にしました。こんばんは。得意じゃないですよ、めちゃめちゃ苦手ですよ、だから罰ゲームなんですよ。メンバー2人と同時に対戦とかあるのはびっくりした。あ、そう、一緒に一斉の腕でメンバー同士でやったりとかよくしてるから。罰ゲーム好きじゃないよ。翔平ハートありがとう。皆さん会いたいっす、あかりも会いたいっす。やばい、だってすでにもうこんな、ちょっと見えるかな、すでにこんな感じです、真っ赤。ゆいゆいとゆらりんの次に味で怖いんだけど、本当に辛いの苦手なんだよな。まあ、まず最初にお水用意してる。まあ、まず最初にこのなんか旨辛オイルを入れる前のこのノーマルな状態を、まっ見て、見えるこの超真っ赤なものをまず食べたいと思います。時間足りんで振り返って対応になった。あ、そう、なんかあの振り返り対応になった方いっぱいいらっしゃるみたいで、
楽しみにしてます。次会えるのありがとう。食べていきたいと思います。いや、米の方にしました、ラーメンじゃなくて。先月目標達成できなかった罰ゲームです。お、2回来てくれ、あ、ありがとう。あれ、水の飲みすぎでお腹壊すの逆に。ゆでぽんハートありがとう。ちょっと怖いから1000人にもうちょっとじらそう。1000人になったら食べよう。長いってありがとう。お、買ってきた？先月のなんか私、先月目標立ててたんですけど、それが達成できなかった罰ゲームです。リュックサックもともと持ってるよ。これからもよろしくね。いただきます。初握手ありがとう。ケンヨパチさんハートありがとう。辛っ。待って、これやばい、これほんまにやばい。麺じゃなくてね、米のタイプです。え、辛っ。あ、待って、めっちゃ辛い。でもこれまだこれ入れてないんですよ。これ入れてから、これ入れてから食べたいと思います。やばい、このうま辛オイルの色がやばい。見ててください、皆さん。書いてあるけど、これ辛い要素しかないやん、絶対。これはやばいって、やばいって、チバロって、やばいって、やばい。とうとうありがとう。待って、マジでやばいって。これはもう嫌や。量すごい多いし。いただきます。これはこの量でこの辛さがやばいって、ちばろって。
いから味わいたくないからもう噛まずに飲んでる。して並べたい線ありがとう。辛い。辛い、これは舐めちゃいけ、辛い。あぐしかい、ありがとう。髪型変えた、伸びた。バラありがとう。今の心境タラちゃん風に。辛いです、食べたくないです。こんにちは、今日も握手来てくれてありがとう。先月の目標が達成できなかった罰ゲームです。七並べもね、18位以内目指してたんだけど19位だったの。辛いの苦手。あとちょっとで終わってもいい？あとちょっとで終わってもいい？めちゃめちゃ残ってるけど。きよりありがとう。かずささんありがとう。あと一口でっかく食べて終わります。今月の目標は明日立てる。今月は目標クリアできるように頑張ります。ゲロゲロ笑いながら見やがって、辛い、マジで辛い辛い。ポンザルもありがとう。もうこれで罰ゲーム終わりたいと思います。ナルクルさんありがとう。はじめ、初見です。お、握手来てくれありがとう。相当辛いの苦手なんですよ本当に。汁なし担々麺も赤ちゃん用、子供用ですらめっちゃヒーハーヒーハー言ってた。シンジさん、リンゴ飴ありがとう。牛乳嫌いだから牛乳はね、何があっても飲まない。辛っ。辛いです。あのジェリ
ひね、辛いのがね好きな方はぜひ一度食べてみてください。辛いの好きな方のねすごいなって思うね。私のなんか習い事やってたんだけど昔、その友達もなんかタバスコが大好きな子がいて、何の料理にでもタバスコめちゃめちゃかける子がいたんですよ。いやー私絶対わかんないもん、その神経。料理は何もしないのが一番美味しいよ。ヨーグルトはね好きよ。りょうぴょんハートありがとう。まあということで、辛いものの持ち腐れ、目標達成できたら私ハーゲンダッツ食べますって言ってたんですよ。きょうちゃんリンゴ飴ありがとう。ということで、まあ一回今撮ってちゃおう。ということで、先月は目標が達成できたものとできなかったものがありまして、4個ぐらい目標立ってたんですけど、あんまりなんて言うんだろう、ショールームとかも結構なんだろう、惜しいところにまでは行ってたから、まあ今月もその調子で目標を考えていきたいと思います。今日友達が握手いたしたけど、あ、ほんと？厳しい世界や。皆さん聞いてください、私七並べ前回41位とかだったんですけど、あ、七並べのやつ書いてないわまだ。41位とかだったんですけど、七並べってあの推しメンのランキングに載ったらあれなんですよ、2万コインぐらい、2万5000コインかなぐらいもらえるんですよ。だから私2万何本もらってコイン、あの10連ガチャをやったんですけど、10連ガチャ私5回ぐらいやったんですけど、自分のやつがね出なかった。50枚中1枚も出なかった。今月の目標は何にするかな、何にするかな。だからみんなもうあれだよ、いっぱい七並べやったらいっぱいコインもらえるよ。先月のね目標達成できなかったからね、辛いもの食べてたんですよ。でももうさすがに辛すぎて諦めました。ピックアップガチャまでね待てなかった。なんかあったら使いたくなっちゃった。で皆さんもう9月に入ったのでありがとう、優しいね。なりますように。10万とかもらえないよ、私も2万ぐらいもらった。順位が4桁だけど声がたくさん、違う違う、あれですよ、100位以内に入らないとダメなやつですよ。あの私もカード出なかった。ということで今月9月の目標を決めていきたいと思います。9月の目標を決めていきましょう。なんかさあれだよ、なーちゃんのときめきを持ってる人がいたんですよ。すごくない？岡田奈々さん本人登場するんだと思ってびっくりしたの。岡田奈々さんと対戦したすぎる。あ、もう今日決めちゃおうと思って。え、なんで対戦できたの、すごい。いい
な、ななさんのときめき欲しい。今日やってたんだ、当たらなかった。いいな、会いたかった。すごい。まあ一つ目はまあショールームのフォロワーの目標人数を決めるんですけど、今のショールームのフォロワーが、握手会でときめきください。結構当たってる方だと思うよ。でも反則負けたんでしょ。今のショールームのフォロワー数が5384人。5384人。今月1ヶ月で何人まで増やそう。あ、やばいやばいやばい、ショールームが反応しちゃった。何人まで伸ばそうかしら。今月で そんなすぐ達成できるわ。7000は無理ですね。6000人。いくら頑張ってもね、8000、7000はさすがにね無理だと思う。なあちゃんのきらめきすごっ。いや待って、みんな待って、7777とか絶対待って、これはあの努力でどうにかなるあれではない気がするんですよね。ちょっとあんまり無理すぎる、無謀すぎる数だとあんまりなんていうか具体的にあれなので。初握手ありがとう。まあ、6000人かな、できて1日20人ずつぐらい増やして6000人かな。6000人にしたいと思います。え、これでも結構割とね、1日20人以上は増やさないといけないから結構難しいと思うんだけどね。6000ぐらいがいいんじゃないかな。ヤマポン、リンゴ飴ありがとう。6000人にします。ありがとう。ショールームのフォロワーさんの数を今月いっぱいで6000人にする。なんかついてるピンク。髪切ってないよ。ウレンさんハートありがとう。頑張る。ショールームのフォロワーさんを6000人目指す。はい。2つ目、まあ七並べですね。七並べ。
将来花束ありがとう。あ、もう罰ゲーム済んじゃった。テロップ変えとくね。この魅力が何ですか。なんか不思議だ。嬉しいこと言ってくれるやん。見逃した 見逃した。相当なものでした。そう、先月の目標が達成できなかったので罰ゲームってました。私80になってる。嘘、さっきまで20何位だったのに。あらあら、何するかは最後にこの目標全部決めた後に決めますよ。日にちも応援します。ありがとう。罰ゲームとできた時のご褒美も両方決める。2つ目が七並べは、やっぱでも今月18位以内、あ、先月18位以内目指しますって言って19位だったんですよ。でそれがちょっと悔しいので、七並べは継続して18位以内を目指すをやります。全体順位っていうのかな。先月と同じく引き続き七並べ全体順位を18位以内を目指す。頑張ります、これを。船長いるからね、ちょっとまたレベル上がっちゃうかもだけど。ブーマさん、タコーありがとう。そして最後は、そう、ギター、もっと上手になって披露する。ギターをもっと上手になって披露する、はいですね。ご褒美と罰ゲーム何にしよう。暗闇はね、まだコードがね、出てないんですよ。ペダルをあれです。先月よりもっと上手に弾けるようになる。スピン配信でも一回やったんだよね。でこだし。お好み焼き配信。ゲテモノは無理です。ギターはペダルを先月よりうまく弾く。カラオケ配信またやるね。ギャル配信 意外とそれ楽しみに待ってくれてる人いるんだよね。いつかやるね。変顔スクジャージ、もう私トラウマだから、変顔見せたらフォロワー減ったのめっちゃトラウマだからね、もう変顔はもうしない。お好み焼き以外だとオムライスとかかな。
そんなにメイク配信見たい？お金がないのね。なんかそういうお金をめっちゃ使う系はね、できれば避けたい。じゃあメイク配信にするね、罰ゲーム。そんな需要あるかな、私のメイク配信。みんなすっぴんが見たいだけでしょ。お兄ちゃんシリーズ。そう、昨日もね、壇上に登った人がね、名前を萌え台詞にしとった。ひもじいかな。ラッキーくんのみでの配信、もう本当に言葉にならないよ。じゃあメイク配信にしますね、罰ゲームは。ご褒美ハーゲンダッツにしよう。りょっぴょん、バラありがとう。オッケー、決まりました。はい、ユラの9月の目標はじゃん。1、ショールームのフォロワーさんを6000人目指す。2、七並べの順位も18位以内を目指す。3、ギターもっと上手になって披露する。で、ご褒美がハーゲンダッツ食べて罰ゲームにメイク配信やります。ということで、七並べはね、私だけの力じゃどうにもならないところもあるので、皆さん私を超えてください。で、あの先月の私より上の順位の方はあのまだ書けてないので、今配信終わったら書いて明日こう発表していきたいと思います。皆さんぜひ七並べの方もね、一緒によろしくお願いします。ありがとうございます。ひでぽんバラありがとう。大変だ大変だ。声がかわいい。本当ありがとう。ログインボーナスみたいなやつでしょ。たくやバラありがとう。はい、ハーゲンダッツからプレゼントでよくない。私にとってハーゲンダッツはもう最高なんです。最高級なんです。わかる。質並べやりすぎて飽きてくるよね。わかるよ。ね、寝ちゃいそうになっちゃう。こうやりすぎて移動中とか。それでは最後順位ね、見れるよ普通に。今七並べで過去のあれで。それでは、あ、ペンがついてる。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと今日短くてごめんね。チャリティーコンサートのやつがやばいんだよということで、今日朝配信ちょっとしかできなくてごめんね。明日はゆっくり時間が取れるので、明日ゆっくり配信したいと思います。それでは今日は見に来てくださってありがとうございました。そしてあの罰ゲームも無事、まあ無事終了できたので、今月は目標達成できるように頑張ります。そして握手会来てくださった方もありがとうございました。それではみんなまたね、バイバーイ。そして月曜日の13時までセンチメンタルトレインの再販が行われています。もう第4次受付なので、本当にね最後の受付になるので、皆さんぜひ、第4次が最後になるので、ぜひ会いに来てくださると嬉しいです。ラスト再販です。9月3日月曜日の13時までとなっていますので、皆さんぜひ会いに来てくださると嬉しいです。また握手会行くね。ありがとう。握手会もね、皆さん今日も来てくださってありがとうございました。それでは団長読みたいと思います。第13位、ひょうあとメリーポピンズ全員さん、ひょうさんありがとうございます。ありがとう、いつもありがとう、応援してくれて。そして第12位はズラちゃん。ズラちゃん今日も握手
楽しかったよ。もうアイポンがね、ゆらちゃんの面白い人で覚えてるからね。まあ本当は磯貝さんの人なんだけどね。ゆらのことも意外に好きでいてくれてるのは伝わってます。ゆらも割と津田のこと好きだよ。これからもよろしくね。ありがとう。そして第11位は、おイブスさん、ありがとうございます。壇上ありがとう。もうちょっとギター上手になるまでちゃんと練習します。ありがとうございます。そして第10位はヨシティンさん。何そのアバター、すごいね。ありがとうヨシティンさん、いつも応援してくださってありがとう。また会える日を楽しみにしてます。そして第9位ドーグラスさん、ドーグラスさんありがとうございます。今日サンフレッチェのね話題もね握手会で何人かとねさせてもらったよ。ありがとういつもドーグラスさん。そして第8位はポンタ、あとやらポンタ、ありがポンタ、いつもありがとう、いつもいつもありがとうねポンタ、これからもよろしくね。そして第7位はりょうぴょん、あとゆらゆらゆら倒し、あかりしか見ないりょうぴょん、ありがとう。いつもお世話になっております。これからも頼りにしてます。よろしくね、ありがとう。そして第6位はしょうや、あとあかり倒し、あかりしか握手会行けずに行けず撃沈。今日ね握手会おらんやったね。ありがとう、いつもお仕事お疲れ様ね。またね次握手会で会えるの楽しみに待ってるけんね、ありがとう。そして第5位はヤマポン、あとなんだかんだやっぱりゆらあかりなわけですよ。私もなんだかんだやっぱりヤマポンのこと好きなわけですよ。今日も今日めちゃめちゃ楽しかったよ。ありがとう、これからもずっとよろしくねヤマポン、ありがとう。本当にねめちゃめちゃ握手なんか楽しいよ。いつもありがとう。そして第4位フーラ、あっといつも可愛くてありがとう。待って待って、どういうこと、可愛くない時はあるよ普通に。いつも全てね可愛いわけではないですけど、いつも応援してくれてありがとう、ありがとうフーラ。はい、そして第3位はケンヨンパチさん、ケンヨンパチさんありがとうございます。ギフトもねいつもくださってありがとう。これからもずっとよろしくねケンヨンパチさん、ありがとう。そして第2位はトートー、ありがとう、いつもありがとう握手会も。また次会える日を楽しみにしてます。いっぱいお話ししようね、もっともっと、ありがとうトートー。そして第1位はデル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 デン、伝説のヒデポン、早く9月24日の握手会で会いたい、ありがとう。今日はあれだよ、ヒデポンのお友達は来てくれたよ、いっぱい。でもヒデポンはいなかったね。ありがとう、これからもずっとよろしくねヒデポン、次会えるの楽しみに待っとるけんね、ありがとう。そして第9位につくしさん、つくしさんもいつもありがとう。今日は帰りに梅おにぎりを食べました。それでは団地の皆さんありがとうございました。そしてランダムで3人呼んで終わりたいと思います。じゅんさん、待ってよ、アルタイルさん、和田さん、ありがとうございました。それでは24日会いたい、バイバイ、バイバイ。